見てください、今日はいいお天気です。はい、ちょっと柿雄のシンボル御船山がこんなに綺麗に映ってますというか見えてます。いかがですか。はい、こちらの麓にある動画御船ヶ丘梅林で今日は梅林に来ました。まあ、私のようにね、竹を生まれの竹を育ちのものに、とってはもうバイリンはもう本当赤ちゃん小さい頃からおなじみですけど、はい、ですね、戦前に開設されたバイリン、一目一万本と言われ毎年2月中旬、まあまあこれから、まあ、来週が見頃かな。実はですね、このロケも朝早くからやっておりまして、まだ売店が開いてないんですけどね、梅の花餅とか、あと多分おうどんとかおにぎりとか食べれると思うんですよね。なんか竹林も素敵よね、見てこっからの風景、こうそういう食べれる売店もありますのでご利用ください。はい、いや、かわいい梅の花、なんて言うんでしょうね、お見て、梅かわいい、梅、どっちかっちゅうやっぱりの日本の花というかね、和の花って言ったら桜の方がどうしてもバンと主役なんですけど、梅ってこんなになんかこう可憐でね、ちょっとこう可愛いですよね。こういうコロナ禍の中でも自然とね、花に罪はないと言いますかね、もう本当癒されますよね。綺麗よ本当。苔って言うとね、結局あれね、いいな木の。それでは、ここ竹雄の御船ヶ丘梅林、多分もう2月下旬ぐらいからが多分一番見頃だと思いますけど、来ていただいて、そして竹雄温泉物産館で梅物を探しに